こんばんは、山本五平です。はい。もしかしたらバレてるかもしれないんですけど、僕競馬好きなんですよ。で、競馬グッズを僕いっぱい持ってるんで、紹介していこうと思います。どんだけあるのかって言ったら、まあ、こんだけあるわけなんですよ。ちょっと全体映してみて、ちょっと引くでしょう。すごいでしょ、数が。すごい数あって、まあ、ぬいぐるみだけで何体あるんだろう。100体ぐらいあるのかな。これ、例えば、そう、これサイレンス鈴鹿とか、サイレンス鈴鹿と、青倒れた、サイレンス鈴鹿とラスカル鈴鹿とかね。であとそう、ここ逃げ馬固めてみた、サニーブライアン、ミホノブルボンとかいっぱいここね、あったり、あとそう、これお重長さんのゼッケン、これ中山グランドジャンプの日になんか限定販売してて買ったやつって、これぬいぐるみね、これ今も買えないやつね。で、そうそうそう、これのんこの夢がフェブラリー買った時のパネルとか、あとレプリカゼッケン、もうすごい量ある。フタサンブラックのやつとか、あ、これロジータの川崎の名品ロジータのアクリルホルダーとかね。あとはなんだろうな、ワンアンドンリーの引退レースの時、僕ワンアンドンリー好きで、そう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 、ここにこれダービー買った時のレプリカのゼッケンとか、そう、あとフォート、これ北高たる前、北高たる前あと何あるかな、そう、スティールインラブのとかも、これレアじゃない、これスティールインラブのね、そう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 、どうは、あ、これゆきちゃんね、これゆきちゃんゆきちゃんのこと、的場文雄7000勝記念やつとか、いろいろある。そうです、これが僕の部屋です。バイバーイ